どうよ。おーし、何か開くような音がしたな。廊下に出ると、もういいっすかね。あの R って何R って必要やった、あれどこやったっけ、変な扉があった、あれか。おや、鍵開いている。よーし、やっと12階だよ。ちょっと楽しんでる自分がいるのにも腹が立つ。いや、一応調べちゃうんだよな。てか電話かけずに行っちゃったな。早く中入って、調べる調べる、出る、特にないなら出る。見る、調べる。なんかイベント起こるんじゃないかとか思っちゃうよね。あ、でもなんかまた電話あるってことは、この回もなんかあんのか。ちょっと待って、電話どこ行こう。一応かけとくか。電話をかける。浦沢さんに電話しよう。はい、浦沢です。もしもし、クロスです。今12階なんですけど、この階で注意すべきことってありますか。いや、12階は役員室とかがある普通の階だったと思いますよ。そうですか、ならいいんですが。もう少しです、頑張ってください。わかりました、また電話します。特に何もないのかよ。おこだよ。あー、これはいいや。あー、一応調べちゃうと思いきや、この雑誌の表紙はミレイさんじゃないか。関東グラビアもミレイさんだ。究極のボディ全て見せます、西山ミレイインサイパン。おお、こんな本が出てたのか。これさては見てみよう。あー、ミレイさん、こんな大胆な時間、うう、なんて刺激的なんだ。おお、セクシーショート。あ、話出た。おや、ページがくっついてる。嫌だな、これ見て変なことしたやつがいるのかな。変なこと言うな。あんまり触りたくないけど、ミレイさんの写真も見たいしな。どうしよう、見るでしょこれ。よし、見よう。なかなか剥がれないな。よし、剥がれた。どれどれ、サッチー特製セクシーグラビア。サッチーいじりやめろ。ぐいー、もうダメだ、俺はもう死ぬ。命を吸い取られた。まともに歩けそうもない。え、嘘やろ。でもなぜサッチーのグラビアがガビガビに。ちょっと待って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 、時間の過ぎ方がおかしい、時間の過ぎ方がおかしい。え、ちょっと待って、一応セーブしとこう。今セーブしていいのか、今セーブしとくか。でも廊下に出て、めっちゃ早い時間の過ぎ方が。ああ、なんや、お、なんかついてるよ。電源を切り忘れたのかな、それとも切っちゃいけないパソコンなのか。インターネットが繋がりっぱなしになったら、ちょびっとだけやっていくかな。やっちゃう。じゃあ少しだけちょうど見たいのがあったんだ。http://www.ditokyo.co.jp/workjam。 G 社の宣伝やめろ。出た、ワークジャムのホームページだ。へえ、うん、ほうほう、なるほどね。ワークジャムってそういう会社だったんだ。このゲーム作ってる会社だよ。でも全然更新されてねえじゃん。ちゃんと働いてんのかな。いや、しれーっと時間過ぎんのやめて。ここも違うよね。まさかトイレの中にとかないよな。おい。まんまとまんまとだわ。こんなに綺麗に回収したやつ俺だけやろ多分。あー、バフ状態が解除されたからまた歩くん遅くなっちったやんか。めんどくさい。今来たのがこっちなんで、ここが、うん、そんなこともない。飲んでみるか。飲むか。よし、飲んでみよう。死なない？なんともないようだな。きっとビタミン剤かなんかだろう。
何にもないのかよ。そして部屋を出ると、よくこれをなんかホラー演出なしで作ってくれたな。優しいな、だいぶ。俺なら絶対ホラー要素入れたくなっちゃうわ。いや、やっと13回だぜ。見る、調べる、マムシに飲むよ飲むよ、飲む飲む、たくさんあるから分かりゃしないな。よく飲んでみるか。これなんかハズレみたいなのもあんのかな。なんかこう疲れが吹き飛んだというか、力が湧いてきたというか、うふん、もうやったるで。明日大変なことになりそう。あー、あったあったあった、ウィニングウィーク。あとは15回だっけ、14回だっけ、15回やったっけな。だよね、確か。これまさか帰り道も俺がやらないかんとかいう話じゃないよな。それだったら俺もうブチギレあるよ。壁の14、糸杉と星の道は中央の部屋、そして火投げしは右端の部屋に。え、糸杉と星の道は中央の部屋、そして火投げしは右端の部屋に。どういうこと？いやー、でもなんかバベルの塔と火投げしは同じ色の部屋に。わからんわからんわからん、壁の字を読む。バベルの塔はディヴァンジャポネーより左側の部屋に。何言ってるか全くわからん。ここだな、ここが開くんやな。ってことはまた謎解きがあるってことやな。鬼クソめんどくせえ。あ、違う、よいしょ、ほい、ここか。なに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 、調べる、簡単に絵を外す。あー、なんかこういうのか。今の絵が何なのか調べたかったな。要はなんかあれってことだよね。これはサクサクいきたいな。綺麗なとこだな。こんなところで弁当食ったらうまいだろうな。一旦出て、うわこれ難しそう。要はかけるとこをちゃんとしろってことだよね。テラスにてルノアール、ルノアールくらい俺でも知ってるぞ。知らないわ俺、本当に美術には疎いというか興味がないというか。見る、なんと、これなんとか杉かな。ルソー、本当？絶対偽物やろ。ルソーはさすがに俺でもわかるけど、ルソーだっけ。見る、なんとなくかっこいい絵だ。プレート、ディヴァインジャポネー、ロートレック、ロートレックって聞いたことあるな。ロートレックってさっき出てきた、違うわ、ディヴァインジャポネーが出てきた単語か。ちょっと待ってよ、これは？これ何？これ建築資材を運び上げるクレーンか。近くにはレンガを焼く小屋や港まであるぞ。細かいとこまでよく書いてんな。興味ないんだわ。バベルの塔、はい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 。ちょっともう一回見に行こう、さっきの部屋。要は絵の掛け替えをして順番を正しくしろってことだよね。ここだっけ。壁の字を読む。糸杉と星の道は、待ってな、書くわ。でもこれどう、どっからどう見て、こう、こっちから見てやから、多分奥側ってことだよね。今いるところから見て奥側ってことだよね。多分何言ってるか分かんないと思うけど。で、バベルの塔と火投げしは同じ色の部屋に。バーベル、バベルは、バーベルはジャーポーより左側の部屋に。中央の部屋っていうのはおそらくここのことだよね。糸杉と星の道は中央。これを掛け替えると、これ星の道だよね、おそらく。調べる。
糸杉と星の道は中央の部屋。あーで廊下に出て、これは合ってると思うよ。で火投げしは右端ってことは、ここに火投げしをかければいいんだよね。ミールプレート火投げし、あ、じゃあこれはここで合ってんのか。廊下に出て、で火投げしは右端、バベル火投げしは同じ色、ってことは赤の部屋にバベルを置けってことだよね。バベルってどれだ、これは何、ルソー。ってことはこれは絵の掛け替えをして、一旦出よう。バベルの塔ってどれやっけ、これバベルの塔やっけ。バベルの塔、絵の掛け替えで、で廊下に出て、でさっきの部屋にバベルの塔をかけるんだよね。でバベルの塔を火投げし同じ色、バベルはジャポネーより左側の部屋に、バベルはジャポネーより左側の部屋に廊下に出て、ってことはバベルはジャポネーより、ここにジャポネーじゃないとダメってことだよね。絵の掛け替えて、ジャポネーってどれだっけ、見る、廊下に出て、だここにジャポネーをかけるから、ジャポネーを探してくればいいんやな。これがジャポネーか。絵の掛け替え、廊下に出て、でここにジャポネーをかければいいんだよね。ほんでバベルはジャポネーより左側の部屋に、火投げしは右端で、あともう一個今持ってるやつをかかってないとこにかければ OK じゃない、ここだよね。で絵を描けると、あれちょっと待ってな。あってことはここも赤の部屋やっけ。でもここより、合ってると思うんやけどな。私混乱してますよ。これは絶対ここで合ってるはずなんよ。あ、でも中央の部屋やから逆の場合もあるのか。廊下に出て、こことここが逆の可能性があるってことか。あ、いやでもこれバベルの塔やな。バベルはジャポネより、バベル火投げし同じ色、火投げしは右端。あ、合ってるな。でも同じ色ってことは、ちょっと待ってな。ここに糸杉と星の道をかけたとして、で火投げしは右、いや一旦変えてみるか。ここを糸杉にして、でバベルはジャポネより左側の部屋に、火投げしは右端、こっちから見てここが右端やとしたら、待ってな、火投げしどれ、火投げしどれ、これ火投げしやっけ、あこれルソーか。右端ってことやから多分ここが火投げしだよね。絵を掛け替えて、で廊下に出て、思ったより時間食っとんよ。で絵掛け替えて、でこれが今火投げしだよね。で火投げしは右端、バベル火投げしが同じ色だから、出て、バベルどこやったっけパニックだよ。とりあえず絵掛けとこう。廊下に出て、バベルをもらって、でバベルは、バベル火投げしが同じ色、ちょっと待って、ってことは青の部屋にかけなきゃいけないってことだよね。これ今火投げしが青だから、青の部屋、さっきのあれか、ここか、ここに絵を掛け替えて、あ違う、でバベル火投げし同じ色、バベルはジャポネより左側の部屋に、だから左側の部屋やから、ここにジャポネをかければいい
ってことだな。どうや。あ？この奥のエレベーターのこっちの部屋は？あ、なんかいろいろあんのか。バベルの塔は柱のある部屋ではない。ちょっと待ってな。壁の字を読んで、ディヴァインジャポネは赤い部屋、なんちゃらはベニズルはテラスより右。ボールペン落ちたけどいいや、廊下に出て、ほんでおい何してんだろうね今。どういう状況だっけ。こっちがこれ、待ってな、これひなげしだよね。もう覚えつつあるわ。でここに一応 A かけといて、これなんだっけ、これがルソー、これがルソーだね。ルソーはなんて、ルソー、ベニズル、これだよね。はテラスより右、ちょっとここじゃないな、絶対ここより右ってないもんな。廊下に出て、ここより右ってないもんね。あ、違うわ、そんなことないわ。より右あったらどこの部屋でもいいってことだよね。でも柱がない、柱がないな、柱がない部屋、ない柱がある部屋なんてある。待ってな、柱がない部屋ってなんだ。あーなるほどね、柱がない部屋だから、ここはここにバレルは来ないよってことだよね。でも合ってる、結構合ってるよ今のところ。だからこれ絵を掛け替えて、違う、絵を描き換えて廊下に出て、だからじゃ、わかんねえ。これで間違ってたらわからん。あーやっといった。なんかうろうろしてもうよくわかんないけど、なんかもういいや、もうなんか適当にやってたわ。なんかすっげえ時間使った気すんな。もうこれで、これ最後終わり。泣きそうなんやけど、上に行く。なんかセーブできるからセーブしとこう。疲れた、おじさん疲れちゃったよ。お、電話室があるぞ、ちょうどいい。浦沢さんに電話しとこう。もしもし、クロスです。あー、クロスさん、最上階に着いたんです。浦沢さん、デスク教えてください。電話室を出た廊下の突き当たりにドアがあるでしょ、階段じゃない方の。僕のオフィスはそのドアが入ったところなんです。忘れた荷物というのはどこにあって、どういうような形をしているんです。ええ、ここまでお願いしといてこんなことを言うのもなんなんですが、やっぱり無理です、僕諦めます。殺す、お前だけは絶対に殺すからな。地の果てまで追いかけてやるからな。何言ってるんですか、ダメかどうか荷物を取ってから言ってください。さあ荷物はどこにあるんです。ドア入って一番奥の窓際が僕の机なんですが、机の一番下の引き出しに小さな水色の包みが入っています。そこが忘れた荷物です。わかりました。あ、やばい、僕の電話も電池が切れそうだ。あとは大丈夫です、よろしく。お前生きてるか本当に。しょうがねえな、ちゃんと充電しとけよな。って俺も人のこと言えねえか。確か突き当たりのドアの一番奥って言ってたな。廊下に出て一番奥、ここの一番奥、ここが浦沢さんのオフィスだな。一番奥の部屋、机はあった、これだ。なんだろう、プレゼントみたいだな。まあいい、俺の仕事は中身を詮索することじゃない、あとは下に降りるだけだ。道順は分かってるから15分もあれば余裕だろう。でもあの最後の電話気になるな、もう一度ここから電話しといた方がいいだろう。でも電池が切れてるんだよな。なんとかして浦沢さんと連絡を取る方法はないかな。使うビジネスホームの方がいいんだよね。会社の電話なんでだよ、なんて固いこと言う気はないけど、浦沢さんの携帯電池切れてるしな。え、なんか調べた方がいいの。穴開けパンチ、ビジネス本、書類の入った段ボールだ。特に何もないよな。
見るあたり、それほどハイテクって感じでもないな。見る携帯電話。あー何、え、電池が切れていても表示くらいはできる。なんだなんだ、え、絶対ここだよね。なんかあるとしたら電池が切れてるから電話はかけられない。ん、最後の最後まで俺に迷惑をかける ゲームやなこれ。あ、なんだ？え？うん？うん？うん？で？使えばいいの？あ、よくわかんない。よくわかんないよ。出てくれ。急なボイス。でねー。浦沢さん浦沢さん出るかこんなのに冷静に考えて、えらい尺使うな。もう1時間半撮っとんよこっちは。これ編集大変やぞマジで。一本にはまとめれないかな。もし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 、はい、浦沢さんですね。クロスさん、あ、よかった、生きてる人間だった。そうです、クロスです。よかった出てくれて。なんで電話かけたの？こんなとこの公衆電話の番号が分かりましたね。まあ一応探偵ですからいや間違い電話かけておいてよかった。それはそうと浦沢さん、今やっとあなたのデスクまでたどり着いたんですよ。今から急いでおいでれば15分くらいでそこに行けると思います。なんとか間に合いますよ。いや、っていう電話をわざわざかけたの？なんでありがとう。お前ここまでやらしてさ、1時間半の尺取っといて諦めるとかマジで殺すよ。どうしてですか、ちゃんと時間に間に合ったんですよ。それがどうやらこの先で事故があったらしいんです。はあ、先から車が全く進んでいません。こんな大渋滞ではタクシーを拾っても間に合わない。はあ、僕はやっぱり呪われているんだ。いや満月の日はどうしようもない。せめて人を巻き込むな。5分や10分遅れたっていいじゃないですか。そんなに厳しい相手なんですか。いや違います、そうじゃないんですよ。家族とかじゃないの？ただちゃんと話してください。このままじゃ俺も納得できません。そりゃそうだな、ブチギレ問題ですよ。実はその包みは僕の彼女に送る婚約指輪なんです。あ、僕にはもう5年付き合っている彼女がいて、今日が彼女にプロポーズできる最後の日なんです。なんで最後の日なの？どういうことです？僕は自信がなかったんです。だから今までずっと彼女にプロポーズできないでいた。僕なんかでは彼女を幸せにできないんじゃないかって思っていたんです。はあ、ある日彼女は僕にこう言ったんです。自分は20代のうちに結婚したい。もし30歳の誕生日までに誰にもプロポーズされなかったら、あそういうのを真に受けちゃってんのね。いや1日ぐらい大丈夫だよ。明日が彼女の30歳の誕生日なんです。1日遅れたぐらいでさ、そんなんで、いや私はもう30歳になったんで結婚しませんみたいな女やめといた方がいいよ絶対。だから今日中に12時までにそれを持って彼女のアパートに行かないとあと1日早かったら考えたんだけどとかいう女はやめた方がいい。でもいいんです、諦めました。彼女のアパートまで電車で行くとなるとタクシーより余計に時間がかかるんです。もう間に合いっこありません。行ってから諦めろよ。わかりました。あなたの彼女と結婚したい気持ちがいい加減なものだということが。いや本当そうよな。なんですって？言っていいことと悪いことがあります。いやお前も頼んでいい仕事と悪い仕事があるんよ。だってそうでしょう。まだ方法があるっていうのに諦めてしまうんですからね。まだ方法があるですって？僕はバイクにも乗れないし
魔法使いでもない。今から15分後にここを出て12時までに彼女の家に着くのは不可能だ。今すぐに出たらどうです？え？そりゃ間に合うかもしれないけど、そんなこと不可能です。クロスさんが今すぐここに来られるって言うんですか？俺だって魔法使いじゃありません。それは無理です。だったらもしかして。そうです、このビルには換気用の窓がある。そこから落とすってこと？そこから指輪を下に向かって投げます。え？浦沢さんはそれをキャッチすればいいんですよ。そんなの危なくない？待ってください。通行人に当たったら危ないよ。50メートル以上の高さがあるんですよ。トレックありません。それに真珠の指輪なんです。落としたら壊れてしまう。なんでそんな慎重なもんにしたんだ。壊れたっていいじゃありませんか。どうせ今日彼女にプロポーズできなかったら。いやまあ壊れないに越したことはないんだけどね。わかりました。もし僕が指輪をキャッチすることができたら、僕は彼女にプロポーズします。もし取れなかったらきっぱり諦めます。それでこそ浦沢さんだ。俺もできるだけ協力します。浦沢の何を知ってんだよお前は。ここから浦沢さんのいる場所は見えません。合図をして10秒後に下に向かって投げます。浦沢さんの席の横の窓から放りますから、ご自分で落下地点に入ってください。わかりました。じゃあ行きますよ。秒読みスタート。10 9 8 7 6。頑張れ浦沢、頼むよ。2 1っていうか0。このカウントダウン必要なんかな。頼むよ。やったー、やりましたよクロスさん。キャッチしたんや。見事キャッチしました。マジかよ。よかったですね。あなたなら取れると思ってました。何この茶番。ありがとう。なんてお礼を言っていいのか。それより急いでください。間に合わなかったら何の意味もなくなる。はい、じゃあ行ってきます。あ、行っておいで。やれやれ。お前も大変やな。はい、佐伯探偵事務所です。あの、そちらにクロスさんという方いらっしゃいますか？ええ、クロスは僕ですけど。クロスさんですか？僕です、浦沢ですよ。浦沢さんですか。探したんですよ。名前しか聞いていなかったから。その様子だとうまくいったみたいですね。ええ、おかげさまで来月式を挙げるんです。それはおめでとうございます。ずいぶん速攻ですね。いや、実は早くしないと目立ってきちゃうもんで。ああ、なんだ。あ、もしかしてやることやったんか。おめでたですか。やることやったんか。2ヶ月なんです。え、だってプロポーズしたのが2ヶ月前でしょ。ということは入ったな。なんだよ。ファインプレーの後ホームランですね。ファインプレーの後ホームランやめろ。お恥ずかしい。下品な言い方やめろ。来月ハワイで2人だけの式を挙げるんです。だからクロスさんにはぜひ報告したくて。ハワイなんてロマンチックですね。いや、話が急だったものでどこの式場も予約が取れなかったんですよ。なるほど。この間の依頼料もお支払いしなくてはならないし。いいんですよ、俺からのご祝儀にさせてください。あ、優しいけど、なんかそんな仕事ばっかしてたら貧乏になるよ。では僕の気が済みません。じゃあハワイでマカデミアンナッツでも買ってきてくださいよ。マカデミアンナッツ、甘いものには目がないんです。甘くない、マカデミアナッツは。そんなんでいいんですか。もちろんですよ。本当におめでとうございます。ありがとうございます。お幸せに。マカデミアンナッツ。
あ、もしもし、俺、ケン。うん、声が聞きたくなって。もう誰に電話してんの？なんちゃってね。いや、ちょっと嬉しいことがあったんだ。ともこちゃんかな。あ、しかも満月の日なんや。あ、それは良かったね。あ、満月の夜に週。あ、それはちょっといい終わり方やな。満月の日やったのに最後いい終わり方したんや。不幸ばっかりじゃなかったってことだね。あ、それは良かった。はい、ということで第7話タランチュラ次回からやっていきたいと思います。これ編集大変ぞ、この満月の夜に。めっちゃ時間かかったやん。はい、ということでまたよかったらお付き合いください。ありがとうございました。またね。